走って、盗塁はタッチアウトになりました。中川、大高ランナー刺しています。ランナーがスタート、タッチアウトです。キャッチャーの太田光、素晴らしい送球でした。ランナーがスタート切って空振り三振です。セカンド、いい送球を送られた。このキャッチャーの太田、素晴らしいセカンドへの送球でした。少しの難しいボールだったんですけど、結構バッチリだったんですね。ストライク送球でした。これ則本助かりました。1回の表、外バッターの西川にヒットを許したんですけども、ただ太田がランナースタート、空振り三振で中村、二塁タッチアウトになりました。あ、ここはタッチアウト、素晴らしい走塁でした。本当に結構安定しますね。素晴らしい走塁でしたね。3度牽制入れて三振ゲッツを取りました。タッチはアウトだ。バスター行きましたが空振りしました。三森、ランナーがスタート。これキャッチャーの太田が刺しました。今のってボールだからワンスリーだ。ワンアウトランナー一塁、足立一球外した。そしてランナーサード切って、ボール高いがタッチアウト。ここはバットでボールが高いなったね。ランナー一塁、ランナースタートを切ってセカンドに送球、挟んでいる間に三塁ランナー突っ込んできた。挟んで三塁送球はどうでしょうか。タッチはアウト。一塁ランナースタート、セカンドに送球はタッチはアウトです。ボール失敗、ボールが刺しました。はい、これは大事送球ですよね。ドクシャのストライクね、はい、これは盗塁失敗。